いません。自分で何とかしなきゃって思って。でも私ものすごく感動しました。自分を犠牲にしてまで危険に立ち向かう正義の人、そんな人にお会いできるなんて。謙遜ですね、それ。謙遜、それこそ正義の人の証です。先輩のお名前をぜひとも教えてください。その正義の名前を中等部で広めますから。これからも2人でこの世界を清く正しくしていきましょう。嬉しいです。私正義の仲間ができて、今日は私の記念日にします。いえ、そんなこと。そうですね、知り合いといえば知り合いなんですけど。しっていうか、似た者同士っていうか、その…隠し事をしてるわけではないんです。だけど私、うまく説明できなくて申し訳ありません。
はい、わかりました。では続きは改めて。
もありません。私の不注意が原因です。風紀委員として廊下を暴走する不届き者を追跡してたんですけど、それでは先輩、ちゃんとしたお詫びはまた後で。私、風紀委員としての活動を再開しないと。了解しました。先輩のお誘いを断るのは私の正義が許しません。お供します。それでですね、先輩、私はいつも考えちゃうんですけど、すいませんでした。でも、なんだか先輩のお名前を口にしてみたかったんです。
なお名前ですから。それで、どうしたらみんなに校則を守らせられると思いますか？先輩、先輩は先輩なんですから、ミスミとかユメとか呼んでほしいです。そう思います？よかった、先輩にそう言ってもらえると自信が出ます。これからもビシビシやっちゃいますから応援してください。相談なんですけど、校則違反者にはお仕置きは必要でしょうか？劇ですね。でも何がいいんでしょう、くすぐり抜けとかご飯抜きの系とか。ところで先輩は彼女っているんですか？先輩ほどの方ならすごくモテそうなのに。
問していいですか？私ってどうしていつも失敗ばかりするんでしょう？ありがとうございます。親切に答えてくれて。私、これからも頑張ります。ごちそうさまでした。ありがとうございました。またまた報告します。あいつ、僕たちのこと無視しようとしてます。
朝っぱらからキャンキャン吠えんじゃないよ、オフリー。あんたの耳がいいのは分かったっての。うるせい、耳のことばっか言うな。あら、ごめんね。鼻も聞くんだっけ、あんた。鼻のことも言うな。情けない。見ちゃった、本当に情けない。何あたしにもビビってんのよ。見てたのよ、君があいつらを見つけて、で道を変えて逃げたとこまで。幻滅。なんかさ、もっと男らしい選択肢はなかったの？情けないな、まったく。あんな連中、そんな怖がらなくてもいいじゃん。どうせ君は守ってもらってるんだし。知らないっと。ほら、急ぐよ。起きろ、起きろってば。
の好きだよね。人望ないね。んなわけないでしょ。私普通は能力使わないもん。だいたいサキュバスの力っていうのは夢を司ることで。いいけど、でもやっぱりだよね。グーグー寝るのが好きな君とサキュバスの私ってやっぱりすんごい相性いいのかなってそう思ったの。ないよ。これもう絶対運命の赤い糸だよ。ねえねえ、今寝てる間にさ、なんか夢見てた？何よラッキーって、夢見るの嫌いなの？嫌いなんだ。だってそうでしょ？嫌な夢だって君の夢なんだよ。自分の夢が嫌いってことは自分が嫌いってことでしょ？かもしれないけど間違ってないもん。また新しい彼女？うん、私、彼女とかそういうんじゃないです。ただ、先輩にその、はは、すんごい照れてる。
なんか可愛いね、この子。だからって変なことしちゃダメよ。楽しそうな遊びですね。あの、私もやっていいですか？それじゃあ始めますね。先輩、犬と猫、どっちが好きですか？私も犬の方が好きです。ルーダさんはどっちですか？私は絶対に猫。それじゃそれじゃ、お肉とお魚どっちが好きですか？私もお肉です。お魚、特に生のは苦手で。私、肉も魚もどっちも嫌い。それじゃそれじゃ、山と海、どっちが好きですか？山、いいですよね。私、山大好きです。あ、海も好きですけど。私、どっちも嫌い。それじゃそれじゃ、コーヒーと紅茶、どっちが好きですか？嬉しい。私も紅茶の方が好きです。イルカとクジラ、どっちが好きですか？はい、私もイルカさんの方が好きです。可愛いですもんね。私はクジラの方が好きだけど、食べられるし。あれ？イルカも食べられるんだっけ？それじゃ、先輩、疲れちゃいました？じゃあ、これで最後にします。
天気悪くなってます。明日は雨が降っちゃうかも。先輩は雨好きですか？私はあんまり好きじゃないんです。雨傘差すの下手だし。でしょ？いい加減帰りなさいよ。私別にいいんです。あ、いけない、大事なこと忘れてました。遂行中で廊下を走っていた人たちを追跡していたんです。いけない、逃げられちゃう。それじゃあ先輩、失礼します。